ございます。2011年、6月じゃない、何を6月、1月5日水曜日です。何が6月、6時5分になりました。すいません、なんかボケてましたね。ですね、そろそろボケてるという、ボケてた人が言うのもおかしいですけど、塗装気分を抜いてですね、ちゃんとやんないといけないですよね。さてさて、ニュースですけれども、今日のニュース見ていきますが、最初のところはですね、これですね、はい、三菱 UFJ 信託銀行のオンラインシステムが全面復旧も原因は調査中ということで、1月4日にですね、不具合で停止していたオンラインのシステムが復旧してたということなんですけれども、まだ原因がよく分かってないということらしいですね。で、ですね、どうやらそのオンラインシステムのバージョンアップをして、それがきっかけにおかしくなったみたいということらしいんですけれども、この手のものはですね、そのバージョンアップとかそういった時に、まあ、こういうトラブルが起きるとなかなかね、どう対処するかっていうのは難しいところなんですよね。で、当然ながらこういうそのソフトウェアとか、私もまあソフトウェアの開発とかやってたんで分かるんですけども、本当そのテストってなかなかね難しいんですよね。特に大規模なこういう仕組みになればなるほど、その同じ状況を作ってテストするっていうことがうまくできないので、要はね、同時に、何百箇所のその ATM が動いて動作した時にどうなるのかとかですね、そういったテストっていうのをやるのが非常に難しいんですよね。そのいろんな方法で、テストはするんですけれども、ただ実際と同じような環境と全く不利二つの環境を作り出すっていうのができないので、まあ、こういうトラブルが起きうることがあるということなんですけども、まあ、この辺もまた原因がね、こう分かるまでに結構まだ時間かかったり、まずはそのね、対策することで手一杯になってしまって、そのやってるうちに原因もそのよく分からない、その頃にその起きてたことを調査しても、その何が起きてたかが分からなくなるということもあり得るので難しいところです。まあ、ただソフトウェアでね、本当にそのちょっとしたことでとんでもないミスになるということがあるので、この辺はしっかりと調査をしていただいて、またこれね、原因が分かったら分かったで場合によっては大問題になることもあり得るんですけれども、次にね生かせるようにしていただければと。さて、もう一つのニュースはですね、今回ちょっとね、今日は政治関係のニュースがあまりなかったんですけども、テクノロジー面のところで Nintendo DS の 3DS の話、これに行きましょう。 Nintendo 3DS 6歳以下の 3D 使用警告ということで、Nintendo の DS っていうあの携帯ゲームですね、小型のゲーム機ですけども、あれで今度立体に見えるというの、 3D メガネなしで 3D に見えるよっていうものを出してくるんですけども、ただこれちっちゃい子はあんまり使わないでねっていうのを警告を出してるそうです。でこれはですね、 3D っていうのはそのメガネなしで見えるとか、メガネかけて見えるとか、それに変わらずですね、あまりちっちゃい子にですね、3D のテレビとかあれは実は良くないんですよね。この辺はもうすでに動物実験等を含め分かっていることなんですけれども、視覚的にですね、いろんな情報を得る、特に立体視することの、その経験を積んでですね、理解するっていうのはやっぱりその初期の非常にその小さい頃のその経験とかですね、体験とか、それが影響してるんですね。それで脳が覚えていくんですよ。その見えてる見えてないというものではなくて、脳がどう認識していくかっていうところで立体に見えるとかですね、奥行きを感じるとかですね、そういったものは経験によってこう身についてくるんですね。でその時期にそのテレビなんかの 3D を見て、それで脳が認識し始めると、
どっちがそのリアリティを感じるかっていうのは多分ズレがこれ出てくる可能性があるんですよ。要は大人になってねこう見てる 3D っていうのは確かにその立体には見えるけどもやっぱり現実とは違うというのを認識できるわけですね。その区別してますよね。その現実の世界に見えてるものとやっぱり映像で見てる 3D ってちょっと違和感がありますよね。その映像でいくら飛び出て見える飛び出て見るとか言いながらも実際のものとは違うっていうのが映像の中でやっぱり脳の中でそれを認識できてるんですよ。ところがあまりちっちゃい頃にその経験がですねごっちゃになってしまうとどっちが現実としてこうリアリティを帯びてくるかっていうのはおそらくその辺のズレが出てくるんじゃないかなという恐れがあるわけですね。だからあんまりこの手のその技術がですね急激に広まるっていうのは果たしていいのかどうか、その 3D の映像の方こそそのリアリティを感じて脳が認識してしまった時にはですね現実世界の方に違和感を持つ現実世界の中で、奥行きをあんま感じられなくなってしまったりとかするというのはちょっとね怖いことになるかなという気がしています。さてそんなこんなで6時も10分終わっちゃいましたね。ということで、今日は1月5日ですまだ言うかっていうのありますけどもさてそんなことで今日も元気に1日やっていきましょう。ではまた。